それでは2020年度宅地研の卒研説明を始めたいと思います。まず宅地研の場所ですが、1号館4階ですね。こちらに階段があって、このトイレなんですけど、階段を上がって左に曲がって、少し行ったところに1432号室に私の居室があります。まず宅地研の卒研の概要ですが、4年生は4月以降、机と椅子とパソコンを対応します。パソコンは Linux が動いているデスクトップ PC です。Linux っていうのは物理学科の計算機の授業で使っているオペレーションシステムと同じものです。ゼミは2月の試験が終了後、週1で開始します。ゼミの内容としては、皆さん生物学わからないと思うので、ゲノム科学の教科書日本語ですが、これをみんなで読みます。だいたい1人6、7ページずつ毎回当てて、レジュメっていうんですけど、発表内容をまとめた紙を作ってきて、全員が毎回発表する形式になります。本を読めましたら、各自テーマの例の中から好きなのを選んで研究に入ります。ゼミは早い時には5月遅くても6月に終わらせます。このゼミとは別に、4年前期に数値計算と特論という科目がありますが、この内容は卒研で使う内容ですので必須ですから、必ず申告して履修してください。後期のゼミは毎週研究の進捗状況を発表するものにします。3月の頭ですね、卒研が終了した時に胸域研、それから生命科学の茨城研と合同で卒研発表会を毎年やっています。どんな研究をするかっていうことなんですけど、基本的にインターネットに公開されているゲノム配列とか遺伝子発現プロファイルとか、リプタンパクの立体構造って言われても何だか分かんないと思いますが、そういうデータをダウンロードしてきて、コンピューターで解析して結果を出すということをやります。その時 R っていう数値計算言語を使うんですが、それについては数値計算特論という授業でやります。だから必ず履修してほしいんですね。見ても分かんないと思うんですけども、こちらのところに一般的に僕があちこちで発表した内容が置いてありますので、もし研究内容知りたかったら、ちょっとここを見ると少し理解の助けになるかもしれません。その他のイベントとしては、2020年11月25日から27日に、医薬品研究開発エキスポートイベントに参加します。でこれは目的は、実験機の展示とか大学の研究発表を行われますので、皆さんがその卒研内容を理解した助けになると思うのでやっています。宅地研もブースを出しますので、卒研生の皆さんには分担で半日程度立ち番をお願いしています。ブースに立ってもらって訪問者の対応を行います。場所は東京ビッグサイトです。その他にオープンキャンパスですね、8月の最初の土日に置かれること多いんですが、ここでいろんな6研究室合同で研究室公開あります。全員じゃないんですけど、数名の人に研究発表ポスターという研究内容を書いた紙をボードに貼り、訪問者内説明をするお願いしています。理工発問祭、11月頭の、理工博問祭でも、同じような研究発表を行います。ここでも数名の方に研究発表をお願いしています。卒研生としてのイベントやタスクは大体これくらいです。以下大学院に進学した場合に説明します。大学院進学することに興味ない人も多いでしょうけど、一応見ておいてください。宅地系で大学院に 進学した場合は、毎年6月末に沖縄である情報処理学科バイオ情報学研究会で発表してもらいます。そのためには4月には結果が出ていなくてはいけなくて、5月末には2ページの論文を書いて出さないといけないので、それまでに卒研をしっかり終わらせることが必要になります。さらに秋にアメリカやヨーロッパである国際会議で発表してもらいます。この申し込み5月とか6月ですので、やはり卒研を終わらせることが大切です。以上です。見てくれてありがとうございました。質問があったら、卒研説明会から配られた資料に書いてあった連絡先、メールか LINE で質問してください。もちろん僕の部屋に来て尋ねてもらっても構わないです。以上です。